皆さんこんにちは、未来です。今回は秋にも似合う一重でもできるハンサムなスモーキーアイをしてみました。今回ファンデーションは2色使用したいと思います。明るい方と暗い方ですね。まず明るい方を顔中心にのせていきます。少量のせていきます。その次に暗い方のファンデーションを顔の周りにのせていきます。こうすることによって顔に若干立体感が出ます。そしてブラシでくるくると伸ばしていってください。次にリキッドコンシーラーで気になる部分をカバーしていきます。そしてスポンジでしっかりと伸ばしていってください。叩き込むようにするとカバー力がアップします。今回はマットな肌に仕上げたいのでクリアラストのパウダーをのせていきます。薄く伸ばしていきます。今回はしっかり眉毛を強調したいので暗めのペンシルで縁を取った後に間をパウダーでしっかりと埋めていきたいと思います。でその後に暗めのアイブロウマスカラでしっかり色を整えていきます。今回使うアイシャドウベースはいつものメイベリンのカラーインクです。まぶた全体に広げていきます。濃いめのブラウンカラーをブラシにとってアイホール全体にのせていきます。実はこれちょっとつけすぎたので後からティッシュオフしてちょっと綺麗にしてます。その後にパウダーで縁をぼかしていきます。そして黒に近いブラウンカラーをこちらの目の縁にラインを描くようにまず入れていきます。その後に締め色として目尻側の方にしっかりとぼかしていきます。今回は手でぼかしていきました。手でぼかすことによって本当に馴染みが出てくるので手でぼかすことはすごく簡単なのでおすすめです。次にハイライトカラーで目の一番高いところにのせていきます。こうすることによって目に奥行きが出てくるのですごく立体感が出てきます。一番最初に使ったアイシャドウを下まぶた全体にのせていきます。次にアイラインに移っていくんですけれども今回はペンシルのアイライナーを使っていきます。まつげの間を埋めるように少し太めに引いていきます。今回はアイラインをぼかすのでそんなに丁寧にしなくても大丈夫です。そして目尻3分の1にも少し濃いめに入れていきます。ブラシを使ってぼかしていきます。上にぼかすことによって少しデカめ効果があるのでおすすめです。ビューラーでまつげをしっかりと上げてマスカラでボリュームを出していきます。今回たっぷりたっぷりたっぷりとマスカラを塗っていってください。もしボリュームが気になる方はつけまつげでも OK です。チークは肌なじみの良いピーチカラーを使用していきます。頬全体に軽くのせていきます。次にシェーディングに移っていきたいと思います。頬の下とあと顎のフェイスラインですね。私は顔が丸いので縦のラインを意識しながら今回はシェーディングをしていきました。ノーズシャドウは薄めにのせるんですけれども丁寧にのせていきます。リップクリームでしっかりと唇を保湿した後に口紅に移っていきたいと思います。今回は色補正をするだけなのでちょっとこういった赤みのあるタイプの口紅をポンポンポンとのせるだけで OK です。メイク完成です。